今日もいいパフォーマンスだった。ありがとうございます。でも今日はさっき大監督さんとダンスの先生に褒められてすごく気分がいいです。嬉しい。でも自分も今日はすごく何やろ、調子が良くていいパフォーマンスができたなっていうのはあります。劇場で見てたよ、めっちゃいいパフォーマンスでした、ありがとうございます。嬉しい。今月からモバメ登録したよ、返信もしてみました、ありがとうございます。また見ときますので、私もちゃんと送ります。電波悪くてマノンちゃんが可愛いのだけど、え、電波悪いですか？なぜだ、地下だからね、電波悪いですよね。めっちゃ目乾燥してる。覚えとけよ、面白かった。本当ですか？そう、ゆみさんの真似をしてみました。普段は絶対あんなこと言わないですね。インスタのストーリーの足跡、毎回あのちゃんいてイニヤニヤしてる。足跡？足跡ってなんや？もう知らんことばっかり。何ですか？でここニキビできちゃった、痛い。今日はキャンマチ入れなかったけど、明日の夜もキャンマチ並びに行くね。お、キャンマチだらけ、寂しい。待ってます、明日昼夜なので見てください。京都は雪降ってないですか？私わかんないです。私が今日行きしは降ってなかったです。今降ってんのかな、どうなんやろ。イヤリングって毎回飛ぶ。笑、飛ぶ時もありますよ。私は余計に髪の毛が引っかかりやすい、髪質的に引っかかりやすいから余計引っかかって取れることが多いですね。今日取れてたね、イヤリングってバレました？まあちゃんと自分で回収してたんで大丈夫です。今日はあのちゃんのパフォーマンスたくさん正面で見られて嬉しかった、ありがとうございます。またぜひいつでも見に来てください。ルビーがめっちゃかっこよかった、ありがとうございます、嬉しい。ストーリーズにリンクを貼るの覚えましたか？ストーリーズにリンク、うん、全然覚えてない。何もわからへん。だからなんかメンバーがよく質問を返してるじゃないですか、あれもわからなくてどうすればいいんやろうって言って何もわかってない。助けてください、本当に。どうしましょう。明日昼公演、うちは持ってあのちゃん見に行きます。おー嬉しい、ありがとうございます。ぜひお待ちしてます、昼公演ね。ゆいなとかはイヤリング飛ぶのが嫌でピアス開けたって言ってた。ゆいな開けてんの？初めて知った。え、そうなの？この切ないの可愛い、可愛いなんてそんないじってるでしょ。あ
のんちゃんの呼び方そのままあのんちゃんかのんたんかあにょんちゃんかで悩んでる。何でもいいよ、もう全然。その中にあーの呼びがなくなってるのがもうちょっと面白いけど。あのんでもあのんでものんたんでもあにょんでも何でも OK。 月曜埼玉からあーの見に行きます。月曜日ってなんだ、6日、チョカワ？チョカワかな。なんだろう。ぜひ、あ、月曜日のチョカワ。お待ちしてます、埼玉から。お待ちしてます。遠いとこからわざわざ。明日の夜公演行きますね。お、待ちしてます。チョカワねー。え、衣装でもピアスってあるの？ありますよ、ピアスとイヤリングどっちもあります。でも私はここにもある通りイヤリングの跡が残ってるぐらいイヤリングきつく締めてます。痛くないです。6日チョカは当選しました。お、嬉しい、待ってます。生誕祭行けなくてごめんね。いえいえ、こちらこそありがとう、来たいって言ってくれて。また来年お待ちしてます。アーカイブになっちゃうけど明日の公演もしっかり見ますね。お、お願いします。自分は明日の夜入ります。お待ちしてます。みんなたくさん入ってくれる。今日もね、あのファンの方、緑と白がね多くてびっくりしました。生誕終わった後だから入りにくいかなって思ったら意外とファンの方多くて嬉しい。やった、明日も楽しみに待ってます。そんなこんなで明日の髪型すごく悩んでおります。何しようかなって。ピンクの銃弾のあのんちゃんめちゃんこ好きよ。嬉しい、ありがとう。すごい、自分にとって苦手な曲やから褒めてもらえるのがすごく嬉しい。ありがとうございます。やっぱね、派手な髪型してほしいって多いんですよね。ツインのお団子とかツインテールとか。でもね、取れちゃうんですよね、お団子。多分試してないから何とも言えないけど、めっちゃ頭振るから自分。ペンライト1本しかない場合は緑だけで大丈夫かな。うーん、それは心配。ウーカさんカラーになっちゃうよ。大サビの銃弾打つとこでウィンクするのがめちゃんこいいよ。嬉しい、見てくれてる方がいただなんて。あの嬉しい。あの嬉しい。羊さん部屋ね、いいですね。確かに懐かしいの。サイドポニー生でです。そう、お団子ってね割とすぐ取れちゃうんですよ。もうね、そんなんやったらね、もう何の髪型もできねえよって言われたらもう確かにそうなるんですよ。三つ編みだって皮にバシャバシャ張り付くっていうか、あの攻撃されるからなるんですけど、研究生の時は巻き下ろしに耳かけでした。そう、シンプルなの。
自分の考えに攻撃されちゃうから。どうしようかね。あ、リーの髪型ね。リーの髪型、確かにそれもあり。おでこ出してみる。絶対やだ。おでこは出しません。申し訳ないですが。まあ考えますなんかどうしようかなって考えときます。今日の夜、明日も朝早いので早く帰って寝ないと。いやー、みんながデコ出しデコ出しってうるさい言わないでください。私はやらないもん。デコ出しって言って、一緒やらないって言っても、アンコールになったらデコ出てるじゃないですか。見れてるじゃないですか皆さん見れてるやん。結局毎日公園見れてる。公園でデコ出しは見れてますからね。確かにって言われてる。あくびが止まらない。今日のアンコールのデコ可愛かったよって、ひどー。いじられるのは好きじゃない。前髪の髪隠しバラ、遊びに来たよ。ありがとうございます。今日の公演まだ見れてません。ぜひアーカイブで見てください。明日でも12時過ぎてからでも、どちらでも。あなたの高見ついのお宅です。お、嬉しい、ありがとうございます。ついこの間ね、七穂の卒業公演でやったぐらいですから。目乾燥してます。乾燥してます。アイピとイチャイチャしてるの可愛かった。お、してた。イチャイチャ途中経過とかかな。あやのちゃんは毎回寝る前にアーカイブ見るの。見るときと見ないときがあります。次の日休みの日とかだったら見るけど、こうやって明日昼夜ですとかはみんな見ずに寝てます。あのちゃんコンタクト茶色、カラコン入れてますよ私地味に。そう、裸眼に見えるでしょ。見えないか男性の先生に褒められた時は見ないの。見るけど、その忙しい、次の日忙しい時は、あの12時過ぎたら見ないです。12時過ぎてその日のうちには見ないです。また後日は見ますね。コンタクト入れてたん知らんかったんやみんな。そうなんや。絶対気づいてると思ってた知らん人多かったんや。入れてますよ。視力はいいので皆さん安心してください。
まあ、これから悪くなっちゃうかもしれへんけど。よし、15分経ったということで、そして私の手が死にそうなので手持ちなので終わりたいと思います。そうです、度が入ってないコンタクトです。それではランキング読んで終わりたいと思います。13位がともさまさん、ありがとうございます。12位がひるきーさん、ありがとうございます。11位がライトワンさん、ありがとうございます。10位がひまりさん、ありがとうございます。9位がまことさん、ありがとうございます。8位がおぎょぎさん、ありがとうございます。7位がジョーさん、ありがとうございます。6位がホリッチさん、ありがとうございます。5位がおちゃま、ありがとうございます。4位がざんたくさん、ありがとうございます。3位がなぐのさん、ありがとうございます。2位がつぐ、ありがとうございます。そして1位がかほちゃん、ありがとうございます。はい、ということでありがとうございました。皆さん、明日の昼夜公演もぜひ劇場に来てくださる方はたくさんアーノンのうちわとペンライトを振って楽しんで楽しみましょう、一緒に。そしてアーカイブで、アーカイブじゃない、配信で見てくださる方はたくさんアーノンのことを見ててください。それではありがとうございました。また明日見てください。壁が止まらないよ。おやすみなさい。皆さんありがとうございました。バイバーイ。終了。